皆さん、写真ライフ楽しんでますか？皆さん、お久しぶりでございます。最近ですね、ちょっと体調崩してまして、なかなかね、YouTube の、更新できなかったんですけども、久しぶりにこのね、Amazon のブラックフライデーセールがね、始まりましたので、こちらのね、いろんなおすすめ商品をね、ご紹介をしていきたいと思っております。久しぶりにちょっとね、こう YouTube で喋るんで、なかなかうまく喋れないかもしれないんですけど、皆さんもね、今年ね、もう少しなので、体調気をつけながら、いろいろね、頑張ってやってみていただけたらと思っております。で、今回ですね、 Amazon の、ブラックフライデーセール、おすすめ商品ですね、たくさんありましたので、ご紹介をしていきたいと思っております。で、下のね、概要欄の方にリンク貼ってますし、で、そこにね、番号も振ってます。で、ここのね、動画の方にも番号振ってますので、ちょっとこの商品いいなって思ったものがあったら番号ね、控えていただくと、簡単にね、アクセスできるかと思いますので、よかったら参考にしてみてください。で、いろんな商品ね、カメラに関する、商品ありますけども、細かいね、商品説明、ここもね、ここがね、すごく良かったみたいなところもね、いろいろお話できたらいいなっていうふうに思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。はい、ではですね、まず一つ目なんですけれども、こちらがですね、プログレードのですね、 CFX プレスカードタイプ B なんですけれども、イリディウムっていう名前ですかね、新しい CFX プレスの 4.0 というタイプのものなんですけれども、これはね、 400GB で VPG400で、価格がね、ちょっと高めではあるんですけれども、性能の割に安いんですよ。性能の割に安いで、もう一個あるんですけども、ちょっとね、そこは次に紹介したいと思うんですけども、これリードがね、 3550MBps で、ライトが 850MBps で、 SUS ってあるじゃないですか。でこれね、持続書き込み速度なんですよ。なので、ここ見ていただくとですね、読み込み最大がですね、 3550MBps で、最大の書き込みが 3000MBps で、持続書き込みがですね、 800MBps っていうところね、高速なものになっております。はい、でさらに言うとですね、 VPG400 というところで、動画も写真もね、すごく使いやすいけども、 400GB あって、しかもこの値段で買えるっていうのはですね、しかも結構ね、こう新しいやつなんですよね。なのでこれね、 Z6III とか、Z8 とか Z9 とかね、使ってる方っていうのは結構ね、おすすめなものになっております。はい、ここ最近はね、これすごくいいなって思って、私もね、購入しようかと思ってる一品になっております。はい、でこのですね、プログレードの、CFX プレスの 4.0 に対応している、USB4 のですね、カードリーダーっていうのがね、必要になってきます。これプログレードのもので、これをですね、購入していただいた方がいいのかなっていうふうに思いますね。で、なぜね、これメーカーを揃えた方がいいのかというと、この速度を十分に出せるっていうところもありますし、例えばサンダーボルトで 40GBps に対応してるっていうのもあります。で、ですね、これ載ってるかな、ここですね、このリーダーを使うことによって、メモリーカードのですね、ファームウェアアップデートだったりとか、この辺の物理フォーマットだったりとかですね、メモリーカードのですね、寿命の測定とか、こういったことがですね、カードと組み合わせることによってできるんですよね。でここがね、すごく素晴らしくて、これがね、プログレードを使っている理由だよっていう方もね、いらっしゃるかと思いますので、この辺がね、ポイントとして高いんじゃないかなっていうふうに思います。で実はね、これ、プログレードだけだったんですけども、最近ね、ネクストレージも同じようなものに対応してきてますので、ファームウェアアップデートとかですね、この辺の物理フォーマットとかね、いろいろね、ネクストレージでもできるようになってきてますので、はい、この辺のね、ネクストレージのものもね、ちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけども、これはね、安いやつですね。 CFX プレスカードタイプ B の 512GB で 14,980 円というところで、かなりね、安いんですけども、これね、シリーズが128とか256とかいろいろあります。でギガ数がね、小さくなるにつれて、性能がね、ちょっとね、落ちていくんですよ。これ1100の1000になってるでしょ。で256になってくると、1950の1750で、512GB が一番性能が高いやつなんですよね。で価格に関しても、128GB の4倍のですね、容量があるんですけど、価格はもう倍もしないっていうところで、やっぱりね、価格考えると、ここから3000円出すか、もしくは6000円プラスするだけで、512GB で性能も上っていうところで、この 512GB が一番ね、おすすめかなっていうふうに思っております。はい、でこれね、私も持って
ってるんですけど、ネックストレージの、まあ、CF エクスプレスカードタイプ B ですね、 330GB の VPG400 っていうものなんですけども、これがね 28,990 円っていうところで、これが私が Z6-3 で使ってるものですね、まあ、VPG400 で 330GB で、まあ、性能もね高いものになってます。で、先ほどねご紹介したこちらの CF の、まあ、プログレードのものと比べると価格ねほぼ一緒なんですけども、ギガ数が400か、こっちが330なんですよね。でカメラの方は基本的にこの性能ぐらいまでしか使えないんですよ。でパソコンに映す時を考えるとこっちの方が早いと思います。まあ、倍ぐらいの速度出るかなってところで、まあ、倍まではいかないか、 1.5 倍ぐらいの速度で、まあ、パソコンに読み込むことができます。で同じですね、このリーダーを使った場合になっておりますね。でこれも、まあ、パソコンに映す場合めちゃくちゃ早いんですけども、まあ、リーダーをどれを選ぶか、まあ、4.0 をね選んでいただいてもいいんですけど、 4.0 だと、まあ、これぐらいちょっと高くなりますよってところで、まあ、基本的には、まあ、2.0 にしか対応している、まあ、カメラしかないので 2.0 を選んでいただいても全然 OK なのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、これで質を十分な性能は持っております。はい、でネクストレージのですね、こちら CF エクスプレスカードタイプ B の、まあ、リーダーが必要になってくるんですけども、これね2種類あります。私こっちを持ってるんですけども、あのこれね 20GBps あるんですけども、実は私 Mac 持ってるんですけど、 Mac がこの Gen2×2 っていうのに対応してないんですよ。なので 20GB出ないんですよね。10ギガしか出なくて、まあ、これを持っていても半分の速度しか出ないっていうところをちょっと一つ知っていただく。でこのね 40GBps 買っていただくと、これはですね、あのサンダーボルトの方に対応しているので、まあ、この速度が出ますっていうところですね。なのであのパソコンにね早く移したいよって方はですね、こっちの方を選んでいただいた方がいいのかなっていうふうに思いますね。で、あのまあ安くで、まあ、速度あんまり関係なくやりたいけど値段安くで済ませたいっていう方はこっちですね。なので、まあ、4倍ぐらいのね差があるんですけども、まあ、その辺の違いがありますよってところで、まあ、このねどっちか購入してみていただけたらと思います。で、あのネクストレージも先ほどのプログレードと同じようにですね、ファームウェアアップデートとかね、まあ、この物理フォーマットとかっていうのを、まあ、できるようになったんですよ。で、できるようになったので、で、これをね、これかどっちかに購入して、で、ネクストレージのメモリーカードを揃えていただければ同じように物理フォーマットとかファームウェアアップデートができるようになってますので、例えば新しいカメラ買ったとかカメラがアップデートしてなんかね不具合がちょっと起きちゃったっていう時に、まあ、アップデートをしていただくとメモリーカードも正常にね使えるようになったりとかするので、まあ、その辺ね、このネクストレージかあのプログレード2つ、まあね、どっちか持っていただいてリーダーも揃えていただくのがすごくいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。それがね一番安定して使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いてですね、ネックストレージの CF エクスプレスカードタイプ A ですね。これが 480GB で VPG200 のものなんですけども、性能的にはねこれで十分なんですよね、ソニーのカメラだと。なのでこれがね 33% オフで 480GB で 15,000円ってかなり安いので、まあ、大体 16,000円ぐらいですかね。はい、かなり安いので、まあ、960もいらないよって方も多いと思いますので、まあ、大体480あれば十分かなっていうふうに思いますね。はい、でもうちょっと性能が上なやつっていうのがこの VPG400 っていうのがあります。これがね A1 Pro っていうやつなんですけど、 160GB で、まあ、同じぐらいの価格になってきますので、まあそうですね、これが必要になってくるのって FX3 とかかな、あとは α7S3 とかかなですかね。なのでそれ以外の方は先ほどの A1 のねこっちの 480GB の方で十分かと思いますし、まあ性能安定して使いたいよ、連写もねめちゃくちゃ使えますよっていう方はですね、こっちの方がいいのかなっていうふうに思います。例えば α9 とかですね、この辺のカメラ持ってる方っていうのは連写めちゃくちゃするよって方はこの辺がいいのかなっていうふうに思いますね。はい、で先ほどの理由と一緒で、このねあの CF エクスプレスカードタイプ A のリーダーっていうのもネックストレージから出てますので、これはねちょっとセールではないんですけども、まあ、もしね揃える場合は、まあ、こちらで買っていただいて、先ほどのファームウェアアップデートだったり物理フォーマットだったりっていうところはできますので、リーダーはね揃えていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、で他のメーカーもあります。レクサーのですね CF エクスプレスカードタイプ A ですね、これが VPG200 ですね。で
320GB で 18,530 円ってところで、まあもうちょっと安いのがいいよって方は 160GB で、11,883 円っていうところもありますので、まあ、この辺もね結構性能高くて、あの PSLC に対応してます。でこの PSLC って何なのかと、耐久性が高くて、あの安定してるっていうものになってます。このね PSLC っていうのを選んでいただくと、まあ、性能がね結構高いメモリカードになってるかなっていうふうに思いますね。先ほどのネクストレージのねこの A1SE っていうのは PSLC に対応してないので、もしね耐久性とか考えるんだったらこっちのねレキサの方がその部分ではいいのかなというふうに思いますね。まあ実際にこれって使ってみないと分かんないっていうところもあるんですよね。まあどんな使い方するのかとかね、まあその個体によるっていうところもありますので、まあ運次第っていうところもあるんですよね。結構ねメモリカードが壊れる壊れないっていうところは、まあ最初の段階で壊れやすい壊れにくいっていうところの、まあこの PSLC に対応してるかってどうかっていうところが、まああるんですけども、まあ運次第っていうところもあるので、どっちを選んでいただいてもいいのかなというふうに思います。はい、続いてですね UHS2 の SD カードですね。ネクストレージの V90 のものになってます。 128GB で 13,000 円ぐらいですね。まあ結構安くなってますよね。はい、この辺もね選んでいただいていいかなというふうに思いますね。64と、まあ、128GB ってあるんですけども、まあ、正直 128GB はあった方がいいのかなというふうに思いますね。でこれも PSLC になってますので、はい、でこっちのですねキングストーンのですね 128GB の UHS2 の V90 のものもですね、まあ、安くなってますというか、まあ元が安いのでさらに安くなってて1万1000円ぐらいなので、まあ、先ほどのものよりも2000円ぐらい安いんですよ。ただこっちはね PSLC に対応してないので、まあ、その辺の耐久性としてどうなのかっていうところもあるんですけども、まあそんなにねこだわる必要は、まあ、壊れるときは壊れるので、まあ、どちらでもね正直いいのかなっていうふうに思いますけども、まあ、性能的にはねほとんど変わらないので、まあねそこはね買ってみて使ってみないと壊れるかどうかっていうところがわからないっていうところもあるんですけども、まあ、その辺のね予備として、まあ壊れにくい PSLC がいいよって方はこっちを選んでいただく、で価格が安い方がいいよって方はこっちを選んでいただくっていう基準で選んでいただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で UHS1 のですね SD カードを欲しいよって方、 α6400 とか使ってる方ですね、 ZV-10 とかですね、キングストーンのこのね 128GB のこのメモリーカードですね、まあこれ安いですし、まあ私もこれ使ってるんですけども、α6400 とかでね使ってるんですけども、これね128でもいいし64でももしかしたら人によっては全然 OK かなっていうふうに思いますので、まあ64だったらブラックフライデーに対応してるので、まあどっちでもいいんですけどね、個人的には128あると安心かなってところになっております。はい、続いてですねエルラノの NPFZ100 のバッテリー充電器ですね。これまあここにある充電器なんですけど、これね、まあ、めちゃくちゃよく使ってます。はい、これねいろんなね種類ありますので、ニコン用だったり富士フイルム用だったりオリンパス用だったりキャノン用だったりとかね、いろいろありますので、まあ、自分が使ってる、まあ、カメラに合わせて選んでいただけたらと思っております。まあ、これね安いですし、ニコンねバッテリーをね充電することができますし、まあ、こういった風に USB-C のねコードにつないで充電することができるので、まあ、かなりねおすすめ度高いと思います。例えば α6400 を使っている方はこのね FW50 に対応したものとかもありますので、2個ねバッテリー充電することもできるので、6400とかだったらバッテリーのね消耗早いので、2個ねバッテリー予備とかね持っておいた方がいいので、そうするとね同時に、まあ、充電できるこういった充電器があるとかなりいいのかなというふうに思います。はい、でねこの充電器だけじゃね実は充電できなくて、タップがね必要になります。アダプターが必要になるんですけども、例えばねこれいっぱい持ってて充電するものがたくさんあって、で1個ずつ買うのってすごく経済的じゃないと思うんですよね。なのでこういったね充電をこのねいっぱいさせるものがあるんですよ。でこれからいろんな、まあパソコンをね充電したりとか、こういったものを充電したりとか、いくつもね充電できるものがこういう風にあるので、これがね結構安くて、私もねこれ使ってるんですけど、すごくね使いやすくてですね、かなりおすすめなので、まあ、こういった商品もありますよってところを知っていただけたらと思います。はい、次にですねネクストレージの SSD なんですけど、1TB のやつですね。これが15,000円ぐらいになっております。
はい、まあ2テラ1テラありますけど好きなのを選んでいただいて、まあ、このね L 字型のやつとかのコードとかのやつもありますので、まあ、好きなのを選んでいただけたらと思います。まあ、ここはね1050MBps あるので結構ね早いやつになっておりますね。で先ほどの SSD のですね約4倍ぐらいのスピードが出る、こちらのですねネクストレージの SSD がね 40GBps のやつがありますので、これもねまあ高いんですよね。高いんですけどめちゃくちゃ早いので、例えばパソコンでいうと Mac でサンダーボルトに挿すと、まあ、この 40GBps で使えるので先ほどの SSD の4倍ぐらいの速度が出るんですよね。なのでパソコンに移したり書き込んだりっていうところの速度がねめちゃくちゃ速いので、まあ変えるんだったらこっちの方がね速度的にはめちゃくちゃ速いのでいいのかなっていうふうに思います。ただ高いです。 1TB でまあ、3万円ぐらいなのでさっきのまあ倍ぐらいの価格はするので4倍のスピードでまあ倍の価格っていうところで選んでいただく形になりますので、まあ、もしね余裕がある方っていうのはこっちを選んでいただいた方がかなり速度的には速くなっております。続いてですね TT アーチさんのですね AF に対応した 75mmF2 の E マウントのレンズになっております。これもね私持ってるんですけども、いやなかなかねいいレンズですよ。 Z マウント用もあるんですけども、あのねなかなかねいい写りするな、この価格でこの写りするなっていう風に思ったねレンズなので、よかったらね試してみてください。なかなかねこのあのスペックで3万円で買えるレンズっていうのはないですし、しかも AF もね普通に使えたので、まあおすすめ度としても結構高いんじゃないかなっていう風に思いますね。かなりコンパクトなので APS-C につけてもいいですし、まあ、フルサイズ用のレンズなのでフルサイズでそのまま使ってもいいレンズになっております。はい、でこちらがですね TT アーチさんの 100mmF2.8 のマクロレンズなんですけども、これね発売当初からちょっとね注目していたレンズでもあります。で 15% オフという形でですね結構安くなってますし、まあ、いろんなねマウントで出ております。これがねなかなかねちょっとねいいなっていう風に思ってて、最短撮影距離わずか 0.25m なんですよね 100mm で。で、撮影倍率がね2倍なんですよね。等倍じゃなくて2倍なので、あのねマクロこれね使って撮ったらめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう風に思ってて、これね5万か結構安いよねっていう風に思ってますよね。まあ、AF ね確かこれ使えないんですけども、まあマクロレンズだったらそんなにね AF を使うことないかと思いますので、 AF がねなくてもまあ不便そんなにないかなっていうふうに思いますので、いやねこれ面白いんですよ。ここのねレンズの上のところにですねあのライトをつけるところとかねあったりとかして、こういうふうにライトをつけれたりとかねするので、結構ね面白いレンズだなっていうふうに思いますね。ここにね穴があるので、ここにねレンズつけあのここにライトつけたりとかするんですけど、結構ね面白いレンズだなっていうふうに思ってねちょっと注目してて、これもね今回ちょっと買おうかなって思ってってるレンズでもあります。はい、続いてですね焦点のヘリコイド付きのマウントアダプターですね。ライカ M マウントから E マウントに変換するやつですね。これもね結構安くなってまして、ヘリコイド付きっていうところが、まあ、素晴らしく良いですね。でライカ M マウントのレンズとかあのちょっとね欲しいなって最近思ってて、これと合わせて買おうかなっていうふうに思ってるアダプターでもあります。これ結構使ってる人多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、で同じくですね焦点のマウントアダプターですね、 M42 から E マウントの変換のですねヘリコイド付きのものになっております。これね、まあ、再三いつもねあの動画の方でご紹介しながらでおすすめしているものなんですけども、あの、まあ、マクロレンズとしても使えるオールドレンズがですね、で普通のレンズとしても使えるっていうところで、かなりねお得というかね面白いですねアダプターなんですよね。これはねこの値段で買えるっていうのはかなりねいいと思いますよ。うん、これ私も持ってるんですけども、動画ねいろいろ出してるのよかったらその辺参考にしながらですね、あ面白いなと思った方は購入してみていただけたらと思います。ヘリオス 44-2 というですねレンズを、まあ、好んで使ってるんですけども、それと合わせて使うことによってそれをねマクロレンズに使うことできるので、結構ね面白い絵がねぐるぐるボケのね面白い絵がね撮れたりとかするので、ぜひねこういったものを活用してみていただけたらと思います。はい、続いてですねビルトロックスのですねまあ、NPF750 のバッテリーなんですけども、これねちょっと欲しいなって思ってたやつで、あのモニターとかの電源としてですねこのバッテリーを使ったりとかするんですけども、どこがね素晴らしいかというと、これね充電がねどれくらいされてるのかっていうところがこう表示されるっていうところもそうなんですけども、直接ですねこれどこ載ってるかな、このバッテリーにですね USB-C の端子がついてて、そっからですね充電をすることができます。
ップに載ってると思うんですけど、こういう風にですね、充電器介さずに直接ね充電できるので、まあ、これねすごく使い勝手いいなっていう風に思いながらですね、あ、これちょっと一個買おうかなって思ってるものなので、もしね、まあ、バッテリーとかでこのね、あの NPF シリーズをね使おうと思ってる方は、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。はい、続いてですね、カメラストラップなんですけども、これね私も持ってるやつなんですけども、ファルカムのね、まあ、ウランジーファルカムのですねストラップなんですけども、まあ、長さの調節ができますし、これアタッチメントのところですね、これがマグネットになってて、すごくね使いやすい、脱着がしやすいやつなんですよね。で、一回つけると外れにくいんですけども、外す方法があって、それを使うと簡単に外れるので、すごくね使いやすくて、脱着がねしやすいので、もしね、まあ、使いやすいカメラストラップ探してるよって方はですね、この辺ちょっと検討してみていただけたらと思います。過去にもね動画出してるのよかったら、その辺も参考にしてみていただけたらと思います。はい、でこちらがですね、 K&F コンセプトのカメラバッグになっております。これね結構私気に入ってて、結構ね動画の中でも出てくると思うんですけども、これがね今、まあ、ブラックフライデーセールいろいろやってます。私はこちらのグリーンを持ってます。まあいろんなカラーがあるので、好きなカラー選んでいただくのがいいかなというふうに思いますね。はい、まあ、価格もちょっと違うっていうところもあるんですけども、まあ、この辺のねブラックとグレーのこの組み合わせのやつがちょっとおすすめかなっていうふうに思います。でかなりね大容量なので、めちゃくちゃね中に入ります。中に入るんですけども、入りすぎてめちゃくちゃ重くなる時があるので、それが逆にメリットでもあってデメリットでもあるかなっていうふうには思ってますけども、まあ、かなりねおしゃれで使いやすいバッグなので、これねこの間友達との遊びに行った時にね、カメラバッグこれ持って行ったんですけども、うわめっちゃおしゃれなバッグ持ってるねって言われたんですよ。でもこれカメラバッグなんよって言ったら、そうなんだっていうふうにね言われて、結構ね、まあ、普通のバッグとしてもおしゃれなね、まあ、あの見た目になってますので、よかったらその辺で活用してみてください。はい、でちょっとね私気になってるカメラバッグがあって、 K&F コンセプトのこのねカメラバッグ1個ね買おうかなって思ってるやつなんですけど、まあそこそこ結構ね入るなっていう風に思って、まあ、こういう風にクッションバリアがねちょっと強固に使えるやつ、このね色ベージュ結構いいなって思いながらね、いろんなカラーがあって、まあ、好きなカラー選んで使える、まあ安いのでこれでもいいのかなっていう風には思います。はい、でカメラのね初心者の方、こういったねカメラクリーニングキットね持っておくとすごく便利なので、一つね、用意しておくといいかと思います。はい、セットになってるやつとかね、まあ、この辺からいろいろねあのセットになっているやつがあるので選んでみていただけるといいかと思いますね。でこのねブロワーのねここの上の部分がゴムになっているやつがね正直おすすめかなっていうふうに思いますね。プラスチックになっているやつもあるんですけども、あの昔私ねそのプラスチックの部分がねこうシュッとした時にポンとね飛び出してね、レンズのね前玉のところにバーンと当たったことがあるんですよ。でまあ一応ね保護フィルターしてたんで、そこの保護フィルターに傷が入っただけでよかったんですけども、まあ、レンズにねそれが飛んでいってね、もしね傷がついたと思ったらね、まあ、かなりね修理代とかもかさむので、まあ、そういったね、まあ、ここはゴムになるやつをね選ぶようにねそれからはしてるんですけども、なので、まあ、こういったねゴムになっているブロワーとかね選んでいただいて、まあ、一式ね揃ってるで、この価格っていうのはかなり安いかと思うので、まあ、おすすめしてもいいのかなっていうふうに思った商品になっております。はい、であとこちらのね、まあ、ケース、まあ、保管ケース、防湿ケースなんですけども、まあ、ちょっとだけ安くなってます。で、防湿庫とかでもいいんですけども、やっぱり価格考えるとこっちの方がいいですし、まあ、持ち運びとかもね、このままできるので、例えばね、車で旅行に行くときなんかね、このまま持っていくこともできるので、まあ、その辺でね、旅行先でね、もう防湿庫がこのままね、使えるっていうのはすごくね、便利だったりとかもするので、そういったね、面ではすごく使いやすいっていうところですね。まあ、いろんなところにね、片付けることもできるので、まあ、安くで欲しい方、まあ、自分でね除湿剤とか用意してちゃんとねできるよって方はこっちの方が使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いてですねゴノックスの V1S ですね、まあ、ソニー対応のものになってます。 V1 のやつですね、こちらのストロボになっております。これがねまさかのブラックフライデー出てるっていうところで、なかなかねこうストロボってセールしないんですけども安くなってるなっていうふうに思ってね、これ買ってちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、安いです。はい、これねかなり使い勝手いいので、まあもしねストロボ欲しいなって方はこの辺参考にしてみてください。はい、次はですねマグテームのですね、まあ、iPhone の、ケーブルになってます。これね便利です。私もね持ってるんですけども、これがね便利なんですよなんかねこうコードって
って結構ね絡まったりとかねぐちゃぐちゃになったりとかしてかさばったりとかするんですけどね、これはねすごくね整理整頓しやすいケーブルなので、あの磁力がねそんなにめちゃくちゃ強いわけではないので、あの、まあ、いろんなね他のね製品に対しての、まあ、影響力も少ないなっていうふうに思って、はい、なのですごくね使いやすくて、ここまで安くなってるの見たことないですね。まあ、1980円ぐらいだったらよく見るんですけども、たまにねセールの時にはだからここまで安くなってるのはねないので、まあ、このタイミングで買っておくのはすごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、他にも USB-C から C とかもねあるので、まあ、その辺はケーブルに合わせて選んでいただけたらいいのかなというふうに思います。ああちょっとね疲れてきたな、だいぶ30分以上喋ってるからね、久しぶりの動画で30分以上って結構ね辛いですね。もうなんかだいぶ疲れてきました。体調もそんなにまだ戻ってないんですけどね。はい、続いてですねツアーボックスエリートってやつなんですけども、これ私も持っててねすごく使いやすいです。これで動画編集とか写真のね編集とかよくやるんですけども、まあ、かなりですね時短になります。まあ、動画編集なんか、ね、半分ぐらいの時間になりました、これを使うようになってから。本当にね、もうパパパーっとね、左手でいろいろなことができるので、あのね、すごく使いやすいです。本当に慣れると。慣れるまではちょっとね、違和感がすごいんですけども、慣れるとね、もうこれなしではね、動画編集はめちゃくちゃやりにくいなって思うぐらいすごく使いやすいので、まあ、そこそこ値段はするんですけど、その値段分のね、価値は全然あるのかなっていうふうに思います。はい。で、次はですね、ホバーエア X1 スマートっていうですね、ドローンなんですけども、ちょっと前にですね、まあ、あの話題になった、まあ、100g未満のドローンというところで免許服用のドローンですぐにね飛ばせる、誰でも飛ばせるっていうやつなんですよ。これがねなかなか良くてね、まあ映像がめちゃくちゃいいかと言われると、まあ、そうでもないんですけども、まあ、使い勝手としてはめちゃくちゃいいところで、これがね、まあ、7万円切る価格でオールインワンセットが買えるんですよね。基本セットだとあーでもね価格変わんないじゃんって思いますけどね、オールインワンセットとセールしてないんで、あバッテリーがね1個か2個の違いってことか、オールインワンセットの方がいいですね。パーフェクトセットっていうのもあります。パーフェクトセットがいいじゃん、1000円しか変わんないから。あバッグが付いてるかどうかってこと、まあバッグあった方がいいよね、だったらこのパーフェクトセットの方がいいか。これなかなかいいですよね。ちょっとした動画撮りたい時にドローンでね、こういったものを撮れるっていうのはかなりいいと思うので、これ一つあると結構面白いんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっとね、気になる方っていうのは、まあ YouTube とかで動画ね、いろいろ見ていただいて、あ、結構面白いなって思った方はですね、この機会に購入してみていただけたらと思います。はい。で、この辺が、スモールリーグの ZF 用のグリップですね。これがね、やっぱね、ZF 使ってる方はグリップあった方がめちゃくちゃ使いやすさっていうのはね、変わってくるので、グリップはね、やっぱつけた方がいいと思います。安いんですよ。しかも4811円。もう純正買うと2万円ぐらいするので、それ考えると4分の1以下の価格で買えるので、かなりおすすめですね。ただこれタイムセールなので、これね、あの限定数40なんで、これ限定数40超えちゃうとね、もうなくなっちゃうので、あのもしかしたらね、あのこの動画を見ているタイミングではもうなくなっている可能性もあるんですけど、もしね、買えるタイミングがあったら買ってみていただけたらと思います。はい、続いてですね、バッファローの外付けのハードディスクですね、HDD4TB ですね、まあ、他にも 6TB、8TB いろいろありますので、まあ、あったものを選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、例えば写真とか動画っていうものを、まあ、パソコンの中に貯めていくと、結構ね、パソコンの中の容量を圧迫していくんじゃないですか。で、その中でなかなか使わないものっていうのがあると思うんですよ。で、よく使うものは SSD とかに入れていいと思うんですけども、過去にね撮ったものでなかなか使うことがないよっていうものはですね、こういった HDD の中に貯めていくっていうことをやっていただくと、まあ速度がね遅い分そんなにね使うことないので、容量は大きいんだけども価格が安いっていうところで HDD の中に使わなくなったデータっていうのを貯め込んでいくっていうのをやっていただくと、まあすごくね、あの経済的というか使いやすいので、私もねそういったやり方やってるので、ハードディスクドライブね使ってみていただけたらと思います。まあ、使わなくなったというかあまり使わないデータみたいなのをですね、ここに溜め込んでいくといいのかなというふうに思います。はい、続いてですね、私も持ってるんですけど DJI のアクション4ですね、こちらがスタンダードコンポがもうこれだけ安くなってますよ。もうめちゃくちゃ安いですよね。安い、3万3000円で買えるなんてね。まあ、アドベンチャーコンボでもいいと思うんですけども、まあ、スタンダードコンボで十分かなっていうふうに思います。はい。まあ、基本、バッテリー1個か2個あれば十分なので、正直ね、3つもいらないんですよ。
このアドベンチャーコンボみたいな3つもいらないので、このね3万3000のやつで十分かなっていうふうに思います。で、人によってはねバッテリー2個あった方がいいよっていう方もいらっしゃると思いますので、実はこのバッテリーもねセールしてます。 10% オフで3980円なので、まあ、ここでね購入してプラスで購入していただければ、まあ3んいくらだ4000円ぐらい、4000円ぐらいだったかな、4000円ぐらいなんで、まあ、3万7000円で、使えるっていうところで、まあ、このセットすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、正直バッテリー2つぐらいだったら専用のねこのチャージャーとかなくても直接これに挿してね、まあ、バッテリー充電することができるので、だいたいね1個で足りるんですけども、予備で2個っていう形なので、そんなにね、まあ、2個使うこともそんなにないんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、その辺で合わせて買っていただくと、まあ、最安値で揃えることができるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、というわけでですね、まあ、今回いろんな商品ご紹介していったんですけども、まあ、他にもねいろいろ商品ねおすすめなのあると思います。まあちょっとね気になるものっていうのを選んで、今回ねご紹介させていただきましたので、よかったらね参考にしてみていただけたらと思っております。はい、もしね気になる商品があったら、またツイッターじゃなくて X の方でご紹介をしていきたいなというふうに思ってますので、そちらの方もよかったらフォローしていただけたらと思っております。まあ、他にもノートとかね、あのいろいろ記事書いたりとかしてますので、そちらの方もね、まあ、フォローしていただけたら嬉しいので、あのそちらもね更新ね、まあ、ちょっと途絶えてるんですけども、今後もねまたやっていきたいと思ってます。外がねめっちゃねまた雨降っててね、ここ4日ぐらい連続でねちょっと虹を見てるんですけども、外見るとですね、でもカメラ持ってね外に出てないので、なかなかねその虹を撮るタイミングがなくてですね、なんかね、まあ、この季節はですねやっぱりちょっと体調崩しがちになるので、皆さんもね体調にはですね気をつけてお過ごしいただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen